皆さんお正月は松竹ブロードウェイシネマを東劇に見に行きましょう。1月1日からずっと休まずに14日まで、前年度それからその前の年にロードショーされたブロードウェイの、ステージを映画にしたものを松竹さんが、東劇で皆さんをお待ちしています。はい。それでここで、4つの作品をご紹介したいと思いますけど、まず一番最初 She Loves Me でございます。どんな内容なのかアシスタントの宮島さんにプレスを読んでもらいましょう。 She Loves Me。 She Loves Me の主人公は共に香水店で働くアマリアとジョージ。犬猿の中にある2人は仕事中も断るごとに衝突を繰り返し、お互いに折れる様子がない。ところが2人がそれぞれ好意を寄せている匿名の文通相手が実はお互い同士だったなんて。ついに恋しい文通相手の正体を知った2人はめでたく恋を成就させることができるのだろうか、ということなんですけれども、この She Loves Me ですけど、映画You Got Mail の原点になったんですね。ロマンチックコメディでございます。はい。で、時代はですね、パソコンも携帯もない時代なんですよ。なるほど。でも琴姫は見ててね、すごい心地よかったですね。琴姫もらアナログ人間なので、はい、なんかすごいいいなと思ってすっかりこうリラックスしちゃいましたね。はい。そして、ステージに立ってらっしゃるブロードウェイキャストたちの、はい、実力、もうなんかね、これは感動の一言ですね。もうね、これはもうご覧いただくしかないんですけど、映画であれだけ感動が来るということは実際ステージを見たらもう虜になっちゃうなと。そうですよね。今アメリカはすごい大変でブロードウェイ行けないじゃないですか。はい。しかもステージ閉まってますよね。でも私の友達とかブロードウェイのねステージ行ってきたとかって、言葉わかんないのにどうしてって、はい、大丈夫って聞いてたんですけど、この映画を見て、あ、もう言葉わかんなくても大丈夫なんだと思いました。もうね、桁外れにダンス踊り全てが素晴らしいんです。はい、シーラバズミーでございました。はい。はい。それからもう一つですね、ロミオとジュリエットのご紹介したいと思います。これはあまりにも有名なそうですね。はい。で、これはですね、ロミオがなんとオーランド・ブルームがやってるんですよ。パイレーツ・オブ・カリビアン の、 ロード・オブ・ザ・リングの彼です。彼がロミオです。そうなんですか。そうなんです。そして、ステージでは、オートバイに乗って登場します。変わった作りになってますでしょ。はい。そしてジュリエットは褐色の肌のジュリエットです。はい。で、お互いに、まあ、だから敵同士の家でね、思うように恋愛ができないということは変わらないんですけども、新しいロミオとジュリエットになっております。そしてこのステージなんですけどね、はい、ステージのこう裾がいっぱい映ってます。ブロードウェイの、はい、ステージだけではなくて舞台の裾も客席も映ってるんです、このロミオとジュリエットは。そしてステージのそばの客席っていうのはほとんどがおばさまたちが座ってるんですよ。おばさまたちの目的はオーランド・ブルームの美しさを間近で見るためなんですよ。まあ、そうですよね。琴姫もね、行きたいなと思います。私も思います。思います。思います。琴姫ね、そんなにミーハーじゃないですけど、今までにね、まずね、一番最初にキアヌ・リーブス、はい、キアヌ・リーブスを一番最初にマトリックスの頃、 はい、あの頃を来日して、あの頃の彼を見て、そしてその次に、ブラッド・ピットを、お友達が席取っておいてくれたので一番前でブラッド・ピットを見ることができたんですけど。一番前で見たんですか。見ました。もう生のブラッド・ピットもね、キアヌ・リーブスもそうですけどね、もうなんかね、スターって輝いてるんですよね。そうですよね。しばらく具合良かったです本当に。そんなわけでね、今ね、生ではないですけれども、シー・ラブズ・ミーとロミオとジュリエット東銀座の東劇でロードショー中でございますのでね、はい、お正月ぜひお出かけくださいませ。それでは音楽に参りましょう。 Walked with no one
and talked with no one, and I had nothing but shadows. Then one morning you passed, and I brightened at last. Now I greet the day and complete the day with the sun in my heart. All my troubles blew away when I heard you say, grab your coat and get your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear that pitter-pat? Oh, that happy tune is yourself. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with all my blues on parade. Now I'm not afraid that it's over, crossed over. If I never had a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. Sunny side of the street. Oh, yeah. On the sunny side of the street, ロッドスチアートでお届けいたしました。明るい表通りね。はい。この歌にぴったりの松竹ブロードウェイシネマをまたご紹介したいと思います。はい。42nd Street という作品があるんですけれども、はい、これはですね、もうタップダンスの嵐でございますね。あのタップダンスってすごいですよね。すごいですよね。子どもの頃に習おうと思ったんですけど、やめちゃったんですけど、習っとけばよかったなと思いましたね。なんか琴姫さん、タップダンスすごくできそうな感じ。できないんですよな。習いに行ったけどね、今では考えられないけど、男の先生だったからなんか泣いていかなかったみたいな。残念ですよね。ブロードウェイの舞台を映画館で楽しめる松竹ブロードウェイシネマ第3弾が 42nd Street でございます。はい。名演出家と一人の無名なコーラスガールが新しい舞台を作り上げていく奇跡の物語でございます。はい。で、たくさんのダンサーたちを上から撮影する、はい、それはバークレイショットっていうんだそうでございますけど、そういった撮り方を、それが話題になった大ヒットミュージカルだそうでございます。なるほど。はい。で、演出家のジュリアンは心も体もボロボロになりながら新作ミュージカルの成功に全てをかけていた、うんうん、そうですよね。演出家って全てかかってきますもんね。そうですね。でもいい演出家に出会っていいですよね。本当にもうそれが命です ね。なかなかいらっしゃらないんですよね。多いとかってあちこち探してもどうにかなるものではなくて、はい、さっきライカの時に宮島沙絵さんがオーディションの日に行けなかったけど別日でっておっしゃったけど、なんかある程度決められてるのかななんてね、はい、思いましたけども、それでやっとリハーサルスタートしたんですけど、主演の女優さんが怪我をしちゃいました。でその代役にコーラスガールの一人がね、はい、選ばれるんですけど、なるほど、果たして彼女で大丈夫かな、すると邪魔する人もいっぱいいますよね。やっぱりこういう演劇界ってすごい邪魔ありますよね。あります。で意地悪されたりとかしてもうダメな人って、それで弱ってしまう人ってできないんですよね。そうなんですよね。でそうかといって いじめないことあります、宮島さん。私ですか、うん、そうですね、大きな声では言えないですが、後で教えて。わかりました。すごいやっぱいじめありますよね、はい、琴姫もね、もう琴姫ずいぶん学生の頃からすごい子供の頃からお仕事させてもらってたんで、ずいぶんいじめられましたもの。でいじめられた人のことをいつまでも覚えてますよね、やっぱり。そうですよね、うん、絶対に晴らしてやるぞって思いながら、私もでそう思ってるうちに相手はもう死んじゃいました。で、はいはい、で 42nd Street でございますけど、はい、言葉を失うほどの
精力的なステージでございます。先ほども申し上げましたけど、タップダンスの嵐洪水でございます、うん、元気が出ます。ぜひご覧くださいませ、はい、それではね、もう一つシラノドベルジュラックをご紹介いたします。シラノドベルジュラック、フランス軍隊に所属し、繊細な詩を綴り、人生観、世界観を大いに語り、剣術の達人であるシラノは気が強く美しいロクサーノに恋心を抱いている。しかし自分の見た目に自信が持てず告白することができない。その時ロクサーヌが友人のクリスチャンを慕っていることを知り、未成年ではあるが勘が鈍いクリスチャンの代行でロクサーヌへラブレターを書き続ける。そしてとうとう本当のことがロクサーヌへ伝わってしまう。はい、シラノド・ベルジュラックですけども、あまりにも有名な物語、ね、はい、これはですね、ほぼ、元の、物語に忠実に作られていました。そして、シラノを演じたのは名優ケビン・クラインでございます、はい、やっぱりハリウッドスターは、先ほどのロミオとジュリエットのオーランド・ブルームもそうですけど、ステージに立つとやはりね、一味違います。スターは光っています。はい、はい、ケビン・クラインはシラノの役なので鼻ついてましたけどそうですね、うん、つけないと。やっぱり名優だなと思いましたね。シラノは現実もすごいし、はい、頭いいし、それでいてしかも詩を作る、作詞をするのがとても上手なんですね。はい、でそういう人はやはりその人の心がすごくよくわかる、女性の心もキャッチできる。で、ロクサーヌのこと好きだけど、お花がねって書いてますけどね、うん、でもいいですよね、そういう才能ある男性だったら。いかがですか、はあ、宮島さん。私はその方がいいなと思いますけどね、うん、なんか何でもできる方じゃないですか、うん、白野さん。だからお花を聞くともいいですよね、うん、はい、全然、しかもなんて言うんですかね、この俳優さんがやっぱりかっこいい方なので気にならないですよね、うん、そうですね、はい、ね、でものすごく2枚目 の彼がねロクサーヌのこと好きだけど、ろくなラブレターが書けない。うーん、今と違って電話ないですしね。そうですね、で直接会いに行ってもなんか言うにしてもね、多分いい言葉が出てこないんでしょうね出てこないですね、はい、でこのシラノド・ベルジュラックですけれども、戦争のシーンとかも出てまいります。 あ、そうなんですか、はい、でステージなのにかなりリアルに再現してますね。でこのシラノという男は要するにその侍なんですね、ある意味。うーん、うん、でこの自分が好きな女性に対してのその一筋の恋心、真心を最後まで貫くんですね。ここまでやるかというぐらい、はい、なんか見ていてなんか胸が痛くなるぐらい、うーん、これどまかという貫き方でございましたけど、琴姫もああいう風に愛されたいななって思われましたね。そうですよ、今そういう男性いるんでしょうか。いてほしいですけどね、宮島さん探してね、これからもう草の根をかき分けてもう琴姫はもうこれでいいですいや、そう言わずに今年も最後まで探したいと思います、はい、ということで、シラノド・ベルジュラック、ただいま陶劇で朗読中でございます。ぜひご覧くださいませ。